知らなはい、毎度、こしやすつらら、わざっかやつららの職人、しおちんでございます。本日も以前やった生放送での、水墨画、国画顔料と墨を使って水辺の風景を描くという、回を、編集動画としてまとめてみたいと思います。いつものようににじむ紙、構成杯の、玉盤線、面料単線を使っています。なんかね、これね、フリー画像で撮ったんですけど、中国っぽい景色ですよね。船が浮かんでてね、あ、チーピーの登場です。はい。チーターの登場。起こしやすしてますね。はい、起こしやす、起こしやす。寝てるやん、顔が。なんかね、この船の形もね、なんか中国っぽくてね、いいなと思ったんですけどね。ちょっとね、画像が荒いんですよね。なんかこう、課金する前のアプリの状態やったので、ちょっと画像荒いのは申し訳ないですけども、ご了承くださいね。まず線量から書いていってます。この時は墨だけですね。後で色をいっぱい入れるんですけど、墨だけで、まあ骨書きというかね、そんな感じで書いていきました。そうやね。はい。小筆を使ってますね。かすれが多いかな。輪郭線のところは。はい、で、船の、船体っていうのかな。船の部分を、彫刻をした筆を寝かせてですね。一気に書いていきます。細かいところも同時に書いていきます。あ、荒いな。アップしたらめちゃめちゃ荒い。しゃあないな。はい。でね、まだ出てきてないですけどね、この時にね、カラーズさんっていう、保護猫、カフェをやられたい、橋本さんっていう方がいるんですけど、その方はね、クラウドファンディングを応援しよう期間やったので、ちょっとね、このワイプの周りにですね、そのクラファンの情報とかがちらちら出る時があるかもしれませんけど、気にしないでくださいね。はい、クラウドファンディング成功しました。おめでとうございます。はい、ということで、ここまではほとんど墨ですね。こっからちょっと色が入ってくるんですかね。今描いてたのは人かな？ちょっと色入ってきてますよね。人は、典型人物、アクセントになるところなので、鮮やかな色を入れていきます。画面には登場しませんけれども、これはね、中国国画顔料といって、顔彩とも違う、なんていう点か、チューブ絵の具なんですけど、すごくね、発色が強い絵の具を使って描いていきます。これですね、これ赤いところ。服、赤い服の、これ女性かな？男性かな？男性だった気がするんですけど、描いてますね。で、これもちょっと墨に色混ぜてるんかな？肌色っぽい色混ざってる気がしますね。反線の影の部分に筆の腹を使って、入れていきます。優しく入れていくときことがポイントですね。こう滲みを効かして、描いていきます。輪郭線はちょっとかすれさせて、ね、雰囲気出したんですけど、こういうところはちょっと滲まして描いていってますね。はい。で、これ色混ぜて、明るい緑を作りましてね。これどこ塗ったかな？あ、それに墨も混ぜてますね。ああ、影の色をね、さっきの明るい緑に墨を混ぜて、後ろがね、バックが、まあ、森みたいな感じなんですけど、森っていうかな、木々がいっぱいある、壁みたいになってるんですけど、それの、木々の木陰っていうかな、水彩画と一緒ですよね。影の部分をまず、描いていく、いきます。こんなんあるから。こんなの治ってきましたけどね、だいぶ。もう、歯でつまんでもね、痛くないぐらい。治ってきてるんですけど、喋りにくいですね。そんなんどうでもいいですね。バサ筆で書いてってるんですけど、基本。基本バサ筆なんですけど、これでね、失敗しがちなのが、もう、ちょんちょんちょんとやればいいと思ってしまう方。じゃなくて、葉っぱにもこう、流れがあるんですよね。上からこう、下にこう、重力で垂れ下がってる感じがあるので、こう、ちょんちょんちょんじゃなくて、こう垂れ下がってるこの流れを少しストロークの短い中にね、あ、ちょっと今クラウドファンディング出てますね。気にせんといてくださいね。ストロークの中でこの葉っぱの垂れ下がり具合も、ちょっと入れといてあげると、より木々らしく見えますので、そこポイントですよね。この絵の一番のポイントかな。一番じゃないね。一番はね、これ水の映り込みなんですよ。この主題としたいのが。でも、森も大半を、こう画面の大半を占める部分なので、この木の描き方ね、ちょっとね、マスターしてほしいかな。まあちょっと難しいですけど、こうストロークを意識することが大事です。短い中にも。はい、ちょっと説明し忘れましたけど、それ手前に見えてる葉っぱなんですよ。この左側にあるのが。これはちょっと粗めに大きめに心がけました。遠近感をつけました。
で奥の茂みはちょんちょんちょんとちっちゃいストロークで、手前にあるものはこうグッと、抑え込むように大きなストロークを残して遠近感つけました。でこれちょっと薄めの緑をまたなんかそうやね、影だけじゃあかんから中間の影もまた今度やっていきます。でも主に影です。あの光の当たってる部分っていうのは最後に色を入れて表すので、今描いてるのは全部影です。濃い一番深い影から、少し中間目の影、これを色を少しずつ変えながら描いていってます。そうですね、まあほとんどがこの作業と言っても過言ではないかな、この場面は。うん、だからある意味難しいんですけどね。はい、いよいよ、緑、これ多分埋めていく色やと思うんですけど、そうですね、影の上からこれが今やってるのは光の当たってる部分の緑です。これもね、もう塗りつぶしてるように見えるんですけど、これがね、水彩ではまああんまりそういうことないんですけど、水墨画では下に塗ったやつがね最後まで残るんですよね。だからこれだいぶ濃く塗りつぶしてるように見えますけど、これがねまた薄くなっていって、一番最初に塗った影がね浮き上がってくるんですよ。はい、この船の周りだけはね、慎重に行かないと、じわーっとこのね、玉盤線だけはね、もうすごく滲むので、慎重にね、塗るようにやっていってます。この船の周りだけね。あとはね、大体にね、大きい筆でね、こう、これもね、ちょっとまあ、塗るって言っても、この葉の茂みに合わせて、こう、タッチを入れてほしいんですけど、もこ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 っていう感じで、葉っぱのこの垂れ下がる方向に沿って、こう、染めていく感じ。塗るっていうか、染めるですよね。うん、染めていく感じ。にじむのですごくじんわりにじましちゃっていきます。ここら辺だったらちょっとね薄くなってるんですけど、でも基本的に全体的に自分が思うより濃くしてください。これ最後にちょっとお見せしますけど、このね半紙にじむ紙だけは本当に乾いた時にね、どうやろう3割ぐらい明るくなるかな。うん、水彩画でもそういうこと起こるんですけど、水彩画以上に描いた時にすっごく明るく、軽い色になってくるので、ちょっとこれ塗りすぎじゃないかなっていうぐらい濃くしておく方が、乾いた時にがっかりしませんね。はい、手前の方も、色を変えながら、これ木々がちょっと違うんかな、素早く染めていくような感じでやっていきます。あんまりでもね、こう、なんやろ、もったりした筆の動きでぼやぼやにじませすぎると重たくなってしまうので、ちょっと軽やかにこう染めていくところもありつつみたいな感じでやった方が画面に、広がりが出ますかね。重たくなってしまうんですよ。で、濡れてる間に今やったのが影の補正ですよね。くっきり残した影だけやと硬くなるので、濡れてるところに墨とかでこうね柔らかい影をつけてって。はい、ちょっと忙しいな。水で濡らしたところにね、これね、これ当たり前ですけど、船の下って水ですよね。映り込みを描いたんですよ。まずあらかじめ水で濡らしといて、その赤い人の投影をね伸び上がるように、実物の 1.5 倍ぐらい長くなります、映ったもんって。大抵これを描いてってます。鉛筆も使ってますね。上の木々の色をね、ちょっと今ね、マストのところ塗ってしまってるんですけど、そこ白ですね、本当は。間違って塗りました。上の山の色を反映させるように、鉛筆、まあ、刷毛でもいいです、これ。平刷毛とか平筆でも OK です。伸び上がるようにね、こう、シュッと、ね、下に下ろしていきます。こうするとね、水のね、反映ってね、うまく描けるんですよ。とにかく下に、下にっていう感じで、ビヨーンとか伸びていくので、まず、立てっていう感じでね、こう、影の形も、こうね、上下反転させた形をうまくこう、見ながらね、影を入れながらこう、ね、説明が下手くそですけど、下に伸び上がるように投影は描いてくださいね。で、描いたらこれ、水彩画でも僕ね、縦と横でやる、水の描き方みたいな感じでね、結構最初に、たくさん再生してくれた動画かな。縦にやったら次横。これはね、スースースーとね、こう、なんていうかな、筆がこう滑るようにね、縦じゃない、横の線をこう、スイースイーとね、ちょっと濃いめの水の色で走らせてみるとどうですか？一気に水の感じが出ませんか？このね、走らせる線の太さとか、その線と線の間の間隔はばらつき、手前にある方が、間隔広くなって、奥に行くほどこう狭まっていくんですけど、これをうまくスイースイーとね、走らせてあげるとね、見事に水面になっていくんですよ。これね、この感動ね、皆さんにちょっと味わっていただきたいですね。水ってなんか苦手意識があると思うんですけど、かけるようになったらね、めちゃめちゃ楽しいので、もうね、やってみてください。
一番最後にね、横の線加えて、水を止めて、これ今やってるのが、船がまあ一応主役なので、まあ、水が主役と言っても過言ではないですけど、まあ一応ね、こういうものがあるときは船が主役になりがちですよね。細かいところの僕で整えたら、はい、完成です。これだいぶもう乾いてるんかな？完成しました。乾いたらだいぶどうですか？ちょっとこれ出てくるかな？参考画像が出てくると思うんですけど、3割ぐらい色薄くなってるはずです。これを予想して、ちょっと濃いめに色を作っておくことがポイントかなと思いました。はい。ごめんなさい。ちょっと画像が悪いのがね、ちょっと申し訳なかったですけど、最初に入れた影もちゃんと浮き上がってきてますよね。これは水墨画の特色です。だから最初にこう考えて入れておくことが大事ですね。出てくるかな？画像が。出てきませんね。待ってたら長いな。そろそろ出てくると思うんですけどね。濡れてる時と乾いた時の画像の違いを見てほしいんですよ。出てくるかな？出てきた、出てきた、ほらほら。ね。すごく濃いですよね、色が。濃いけれども、これね、乾いたら、こんな感じに薄くなって、一番最初に塗った影も浮き上がってくるんですよ。ぜひ、この、あ、伸びたな、今。参考画像が伸びた。あ、この画像ですね。こう左上の画像が参考にした画像です。はい。まあまあ、ぜひぜひ、今日は、そうですね。はい。水の描き方ということで、やってみました。ぜひ、苦手意識のある方ね。水彩画でも、まあ、大体理屈は一緒ですので、水墨画で応用して、この水の描き方、ぜひぜひやってみてください。楽しいですよ、水の描き方覚えたら。はい。では、最後まで今日もご視聴いただき、ありがとうございました。またお越しやす。はいはい。ではいつも、ピコピコハンマー対決をしてたんですけども、今回新しいね、このね、何や、ドキドキポテト、10本中1本、ハズレがあってね、バーン飛び出すという、これを承知のまま対決してみたいと思います。どっちが勝つか予想してください。勝った方にかけた人、明日ラッキーですよ。じゃあ、やってみたいと思います。わからへんね、初めてやるからな。どこ？セリアさんで勝った100均です。うちは100均しか登場しません。おー。どういう仕組みなのこれ、よくわからんな。あ、わかった。これだけ紐ついてんねや。でもそんなん一気に引っ張らなあかんで。だって紐、なんとなく感触わかるから。こういうことやね。だからこれをぐーっと押し下げといて、これを引っ張ったらポーンって。でも残り少なくなってきたら紐見えるやんな。どないして、はい。これでわかりましたね。はい、こういうことやね。いきます。一気にいかなあかんで。ほい！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 だって絶対なんかその辺が気がする。でも混ぜたでちゃんと。いきます。ほい！ほい！まさか？でも、ちょっと待って。これあかんで。ダメや。だいぶ勢いよく引っ張らな。もう、紐に負けて僕、これ、ちょっと待って。これ硬すぎるわ。ほら、結構強く引っ張らなかったから、もうグッと持って、ガッっていかなかったな。なんやねん。なんかこれいまいちやな、ということで僕負けちゃいました。いや、もういいです。はい、というわけでまた、お越しやすです。チュールチュールチャオチュール。おいちんちいた。チュールチュールチャオチュール。おいしい。チータンおいしい。な、チータンどう？おいち。え？おいち。チータンおいち。な。ね、おいち、おいち言うた。チータン、チータン。